はいどうも、トシです。イエーイ。今日はですね、ブラックパックですね。男の男性の方の肌洗浄ですよね。肌洗浄、まあ、ブラックパックっていうものをやっていこうと思います。で、まあ、早速やっていきたいと思うんですけど、こういうチューブ状に出てます、まあ、海外とかで非常に流行してますね。流行ってますね。大流行です。で、この、チューブ状なんですけど、これをまずは、まあ、こういう顔周り、こういうとこですよね、バンバン塗っていきます。よいしょ。こうやってちょっとブラックパックなんでバンバン塗っていっちゃいます。こういうとこですよね。もうたっぷり塗っちゃっていいです。こういうところにもバンバン塗っていきます。ピーッと剥がれますんで、なんか間抜けみたいになってきますね。はい。で、一応やっぱこういう鼻周りとかね、鼻周りとかが非常に気になる人が多いと思いますんで、まあ、鼻周りなんかはごっそりこうやって、まあ、塗っていっちゃって OK です。で、こういうまあ顔周りですよね。ブラックパックなんでこうやってバンバン塗っていっちゃって OK です。ちょっとまだ全然足んないですよ。バンバン塗っていっちゃいます。海外とかで大流行です。特にまあ韓国とかね、流行ってますよ。こうやって塗っていきます。ひたすら塗っていきます。一応こうこんな感じ、こんな感じにバンバン塗っていっちゃって OK です。ブラックパックって言って、一応炭ですね。炭の効果とか、あとモロッコ溶岩とかベントナイトっていう成分が入ってます。で、この成分って毛穴の汚れや角栓をこう浮かしてくれる役目がありますね。ブラックパックなんでもこんな感じですよね。で、リンゴ酸とかグリコール酸が入ってて乳酸の成分でピーリング効果もあります。で、古い角質とか汚れを落として、肌を滑らかなスベスベ肌にします。はい、まあ、まだまだ全然こうつけていきます。よく鏡を見ながらつけてあげるといいと思います。こんな感じですかね。はい。全体にたっぷり塗ってあげてください。で、なかなかこれめんどくさいんですけど、自分でやるにはなかなかめんどくさいとこなんですが、まあ、こう鼻の頭とかね、よくこの鼻周りっていうのはよくやってあげるといいと思います。毛穴がこう詰まりやすいとこですね。まあ、このセンターラインっていうのは非常に重要だと思います。大体このぐらいできればいいかなと思います。はい、できました。なかなか男性でこういうケアっていうのって結構珍しいと思うんですけど、このブラックパックに関しては非常に
あの男性にいいです。で、あのこの作業を、まあ、2週間に1回ぐらいですね、2週間に1回ぐらいやってあげるといいですね。はい、こうやってこういう際どいところをね、よくこうパックしてあげる感じですね。丁寧に、まあこのセンターラインだけはしっかりやってあげることをお勧めします。はい、で、2週間に1回ぐらいね、こうやってあげるといいと思いますね。2週間に1回ぐらいです。で、このまま15分から20分、完全に乾くまで時間を置かせていただきたいと思います。では、このまま、そうですね、20分ほどですね、時間を置かせていただいて、剥がすところですね、あのまた見ていただきたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録ですね、よろしくお願いします。また剥がすシーンからスタートします。ありがとうございます。はい、それではですね、20分経ちましたんで、剥がしていこうかなと思います。で、こう触った時に、まあ、乾燥度合いですよね、どのくらい乾燥してるか大事です。で、乾燥していけばしていくほど肌がキュッて締まってくるんで、この乾燥がどのくらいしてるかな、ちゃんとベリーって剥がれるかなって、結構乾くまではほっといてください。まあ基本的には15分から20分です。ではちょっと剥がしていこうかなと思います。こう、うまく剥がれるといいなと思ってるんですけど、うまく剥がれるとよく分かっていただけると思います。ちょっとペリペリっと、こう剥がれてくるんですけど、ちょっと痛いですよね、痛い痛い。ちょっと痛いぐらいでいいんです。お、痛い、ちょっと痛いんですけど、痛い、こうペリッと剥がれていきます。で、ヒゲがある人なんか、はい、なんとなく剥がれました。あの結果がちょっと非常に見にくい感じなんですけど、ちょっとまだ乾ききれないところは落ちきんない状態ですね。はい、ただ結果がこう非常に見に目にね、結果が非常に分かりにくいと思うんですけど、こう最後ね、こう細かいのはこう落としちゃえば落ちますんで、普通にペリッと、はい、こうポロポロポロっとどんどん落ちていきます。で、あのこの肝心の結果なんですけど、結果はちょっとこんな感じになって、綺麗に剥がれなかったといえば剥がれ綺麗じゃないんですけど、毛穴がこう取れてるかって言われると、こうこんな感じです。わかるかな、あのただブツ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 ってなってるんで、毛穴からこうブツブツブツってなってる、この辺が多分鼻なんですよ。終わった、ここはこう鼻なんですけど、ブツブツブツってなってるのがわかるかな。で、細かい産毛とかも抜けてる感じですね。で、同時に、まあ、毛穴の角栓も一緒に落ちてるよと。まあ、でも非常にすっきりしました。こういうすっきりしましたんで、あの毛穴の汚れもしっかり取れてます。まあ、目でちょっと見にくいと思うんですけど、まあ、しっかり取れてますんでバッチリじゃないかなと思います。これをたまにね、こうやっていただけるとすっきりしますんで、で、最後にこれよく顔洗って仕上げっていう感じです。なんか肌がこう整ったというか、白くなったような感じがします。で、こういう細かいところですね、もうピッて取れてる感じがしますね。はい、で、なのでポイントとしたら、やっぱりしっかり乾かして、あの塗り方も均一に、まあそんな濃く塗るんじゃなくて薄塗りでね、十分だと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。で、男の方のこういう美肌
毛穴の汚れをしっかり落とすとか、その黒ずみとかですね、一緒に落ちますんで、男性の方、美顔ブーム、まあ肌きれいにしとくブームですので、ぜひ皆さんきれいにかっこよく清潔感のある男でいましょう。はい、ご視聴いただきありがとうございます。いろいろなこういう美容ネタもたくさん上げていきますので、ぜひ参考にしてみていただけるとありがたいです。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございます。こんな感じです。はい。